はい、皆さんこんにちは。津軽三味線黒澤博之です。いかがお過ごしでしょうか皆さん。今日はですね、とある広島県の僕のファンの方から あるものを送られてきました。でそれを開けてみたところびっくりなんですけど、せっかくなので皆さんにもご覧いただきたいと思います。広島県の宮島といえばじゃーん、しゃもじ。宮島のしゃもじというのは福運、そして、勝負運、幸運が、訪れるという縁起物なんですけど、これ僕がこう持って隣の家に行くとヨネスケになってしまいますけどね、実はこれがなんとじゃあ三味線なのですね。三味線を作っていただきました。ぜひあのということでもらったんですけど、すごいです。見るからに、ギターのような三味線のような、でちゃんとここにはあの焼き印でね、宮島とで、ちゃんと駒もついて、糸も3本あって、音もちゃんと出ますね。これでせっかくなので何か弾こうじゃないかと。舞台で使うことはちょっとないんですけど、皆さんにね、ご紹介したいと思います。じゃあこれをどうやって弾くか。三味線ということでちゃんとこうバチを使って、本気で弾くと多分壊れますので、ほどほどにしつつ行ってみたいと思います。宮島ジョンカラ節というものをね、弾いてみましょう。今作りました。では行きますよ。これを作っていただいた土門さん、ありがとうございました。舞台ではちょっとなかなか、出すことないかもしれませんが、縁起物としてありがたく頂戴いたします。これでご飯を食べるわけにもいきませんからね。皆さん、こういうしゃもじの三味線が世の中に、あるんですね。僕もびっくりしました。それでは津軽三味線黒澤博之でした。